アメリカ大統領がドル高容認という発言しましたね。認知症なのか本音が出ちゃったのかわかりませんが、いやこれこれい。 じゃあよよって話なんですよ今ね、今日150円突破ですよね。これ、アメリカの大統領の言葉ですからね、これ。アメリカがね、まあ、ドル高を容認していると言われていたけども、それを大統領が、あもう全然 OK だと、普通に言っちゃうわけですから、それ言ったらどうなりますああ、そうなんだと。じゃあ、あの、強調してね、ドル高を是正しようっていうのは、アメリカ政府にはないんだな、ということになっちゃって、みんな安心してドルを買っちゃったわけですよ。その結果、この価格ですからね。このドル高がね いや行き過ぎたドル高はアメリカにもマイナスだと思うんですけどもね強さに懸念ないと言ってるわけですねちょっと読みますバイデン大統領は15日記者団にドルの強さについて懸念していないと述べドル高を容認する姿勢を示した国内の物価高対策を優先する構えを鮮明にした前日14日ニューヨークでは148円で今150円を超えましたよねアメリカを含む20カ国地域 G20 は13日までの財務省中央銀行総裁会議で為替問題を議論し金融引き締めについては 適切に調整するとの文章を公表していた目的として物価の安定と引き締めの悪影響の回避を併記したドル高で利害が対立する各国それぞれの主張を何とかつなぎ合わせた表現だった今回バイデン氏は問題は他国の経済成長や健全な政策の欠如だとも述べた他国の経済成長健全な政策の欠如よく言いましたね自国内の物価高を抑えるために FRB が続ける大幅な利上げを追認した形だアメリカは11月8日に 中間選挙を控え物価高対策が争点になっているドル高は輸入物価を抑える効果があり政策として軌道修正に動きにくい事情もあるということですね。選挙があるので物価高はやばいとだからドルが強くなれば外国から買ういろんな資源が安く買えるわけですからね多少企業の、ね、経営活動企業活動相当ブレーキがかかるかもしれないけどもそれよりまず目の前の物価高を是正しなくてはいけないということでドルが強いということについては懸念はないというふうに言います。 生きているわけなんですただどっかでね経済がどっかで行き詰まる一気にまた株が落ちて暴落ってことになるとですねドル高。 株安ということになって、経済がね、収縮してしまうということになると、これはですね、アメリカが、今唯一アメリカ経済がね、世界経済の牽引役ですから、アメリカはここで経済的にこけてしまうと、本当プレイヤーがいなくなってしまうんですよね。そうなった時に世界はどうなるんだと。ヨーロッパもダメ、中国もダメ、日本もまだマシですけどダメ。その中でアメリカだけがですね、頼みの綱なわけですからね。アメリカ経済がシュリンクしちゃったら、もう、もう、もうちょっと世界は一気にディプレッションに入っちゃうんじゃないかな。 という、そんな懸念を抱えております。武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。